あなたの技術を応援します。その言葉の通り、企業の技術支援を行っている県の施設があります。まさに中小企業の強い味方です。東北部工業技術センターは、県内企業に対する技術相談や技術指導、設備開放依頼試験、研究開発、情報提供等の業務を幅広く行っています。センターでは300点を超える試験設備を開放しており、年間で500社、7000件以上の利用があります。東北部工業技術センターは長浜と彦根に庁舎があり、それぞれに専門分野があります。滋賀県には湖東の麻、高島の綿、そして長浜の絹という3つの天然繊維の産地がありますよね。そのため長浜庁舎が専門とするのは繊維、地元に根付いた技術支援を行っているんですね。こちらの機械は風合い試験機といって、生地とかあとフィルムとかの風合い、つまり手触りを数値化する装置になります。例えば高島チヂミとポリエステル、2つの手触りを数値化して調べるとします。その際、この指紋をかたどった機械を素材の上にセットし、生地を滑らせていくと、このように表面を触った時の滑りやすさと表面の凹凸具合が表示されます。これにより高島チヂミはポリエステルと比べ表面が滑りにくく凹凸であることがわかります。この他にも糸や繊維の強度を測定する装置や、洋服を仕立てる際の布地のデザインができる装置などが揃っており、地場の繊維産業支援の一端を担っています。また環境技術も専門とする長浜庁舎では、新しい製品を開発したい、製品の中に混入した異物を調べたいといった企業ニーズに応えるための分析・評価機器も数多く設置しています。数十倍から数万倍までの観察ができる電子顕微鏡では、付属の X 線装置を使うことで顕微鏡内に入れた素材の元素まで調べることができます。一方、彦根庁舎は地場産業であるバルブの関連会社が集積している地域にあり、機械・金属材料分野が専門です。こちらのバルブ性能試験装置は、実際のバルブや配管に水を流し、その性能を評価することができます。国内の公設試験場ではここにしかないため、全国の企業から利用されています。ちなみに東北部工業技術センターの最新の機械は、こちらの X 線 CT 装置になります。電子機器などの製品の内部構造を3次元的に観察・評価することができる装置になります。製品の中の欠陥とかそういったものを詳しく非破壊で調べることができます。私たちは様々な企業が持つ熱意のお手伝いができればと考えており、地域に開かれた信頼されるセンターを目指しています。この番組は滋賀で頑張る企業を応援します。